で、あの沖縄国際映画祭吉本坂で我々ありがたいことにお呼ばれされて、はい、で、あの吉本坂で行かせていただいたんですけども、せっかくだからちょっと海行きたいなってなって海行ったんですけども、で、普通に水着とか持ってきてないから、ちょっとせっかくだからちょっと足だけ入ろうってなって、こうやって足こうやって別にジャバジャバしててさ、うわ気持ちいいみたいなこと言ってて、友達と行ったんですけども、普通に友達が神社行ったことないわって言って、お前沖縄に住んでてお前神社行ったことないのみたいな。で、普通に作法とか俺相方に逆に教えてもらってたから、2礼して2拍手して1礼するじゃないですか。お前こうやってやるんだよ神社で。それでな、お賽銭箱にお金をって言った時に、あれお財布ないってなって、あれちょっと待ってって全ポケット探して、えっってなって、もうどうしよう、もう頭の中ずっとテンパっちゃってる、うん、お財布、うん、俺がもう本当に頑張って頑張って頑張って買った財布だから、あれタクシー中かなと思って、タクシー待って、イメージしてタクシー降りて、タクシー払ってここで席に、いやないなタクシーはって思って、もう全エリア探して、うん、もう俺が頑張って頑張って買った、もうグッチの10万円の財布、初めてこんな高級なもの買った。で、あのレインボーの実方とかその沖縄国際映画祭いたから、後輩も何人かできたんでいたから、4万ぐらい入れてったんですよ。おやばい、14と14がもうパニックっちゃって、でそれでも事務局の人に、すいません、あのお財布ないですかみたいな、お財布ないで、お財布すいません落としちゃったんですけどないですかみたいな。いやー、ここら辺はあの片方のサンダルだったり汚い T シャツだったり持ってかれちゃうから、もう財布なんかビッグボーナスですよ。で、お前何度も言ってると思って、なんかビッグボーナスってお前なんじゃねえかみたいな、ね、うん、もう最悪だと思って、もう全部カード止めて、うん、でも警察にも行って、もう警察もこれ誰もいなくてさ、交番に、うん、で、これ何かあったらかけてくださいって番号があって、うん、で、かけて、あ、すいません、今ちょっと現場出ちゃってて誰もいないんですけど15分ぐらい戻ってきますとか言って、そっか、もう40分ぐらい戻ってこなくて、うん、ルーズーと思って、もうすごい、もう全然戻ってこなくてさやばいね、もうしょうがない、もうダメだ、うわ、まあ、こんなことあんのかよと思って最悪な思い出になっちゃったよってなってて、でそれで現場ついて、その現場がデニスさんとアインシュタインさんと我々ラフレクラン3組で営業だったんですよ。で普通に僕着いた時に、あのデニスのノブさんとかいて、ノブさんちょっと聞いてもらっていいですかって、財布なくしましたみたいな、マジ、うん、うわ、え、どこでって思って、え、ちょっと探しに行くとか言って、めちゃくちゃノブさんも本当に優しい人で、困ったら何かあったら俺貸すわみたいなことも言ってくれて、うわ優しいなこの人はってなって、稲田さんとかも、いや、まあしゃあないなとか言って、まあ警察とかカードが止めときみたいなこと言って、で普通にその外でタバコ吸ってたんで、タバコ吸ってて、でそれで僕タバコがなくなったから楽屋にカバンとか置いてあったんで、楽屋バーンって取りに行ってね、で普通に新しいタバコを取って戻ろうかと思ったんですけど、あの同じタイミングで稲田さん、アインシュタインの稲田さんがバーッと同じ楽屋来て、で普通にタバコ取って出ようかなと思ったら、キャンって言って、パッて3万円、稲田さんはもう男前、3万円、そういうつもりで話してなかったんで、いや稲田さんそれは受け取れないですと、うん、いやもう無理です、うん、もう本当にごめんなさい、もうそういうつもりで言ったんじゃないですって言ったら、稲田さんがもう一気の、え、お金って一回出したら、しまったら、あ、じゃあ、ごめん、間違えました。あ、そうそうそう、ちょっと、やった。ここ絶対に決めなくちゃいけないのに。まずいまずいまずい。いや、こういうの大好きじゃねえ、ね、もう、稲田さんが、もうお金一回出したらしまうの俺嫌やから、これどうするって、もう本当に、もう俺、その時の稲田さん、髪ふっさふさよ、もう。本当にもう、ね、めちゃくちゃふっさふさ。もう、かっこよすぎて。いやでもそれでも俺はもらえないですと、稲田さんやめてください、うん、なかなかもう事情も説明しました、会う機会もなかなかないですしとか、いやそういうのじゃないね、返して返さなくていいとかそういうのじゃなくて、まあ、俺も財布なくしたことあって、そういう時周りの人がめちゃくちゃ助けてくれたから俺は助けたいね、うん、だから返してくれとかじゃなくて、とりあえず持っとき、男前、もうめちゃくちゃかっこよくて、ほんとかっこよかったよこれ、ちょっとな、恥ずかしい部分もあるから、キョン、これどうするみたいな、あ、ちょっとちょけるんだ、いやでも普通だったのがちょっと1万円がベタなのか分かんないですけど、うん、3万ってなかなかじゃない、まあまあまあそうな、正直、うん、俺後輩がそうだったら1万円ぐらいしか渡さないわ、うん。